皆さんこんにちは、こんばんは。クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も遊んでいきたいと思います。今回はいいねランキングの難しいから、スピードラン、クッパ、俺様が主役、ゾイ。え、ゾイってデデデだようだよね。まあいいや、アムさんのコースですね。ベストクリアタイムが19秒ぐらい、クリア率は 5% ぐらい、多分2、3回ぐらいでクリアできるんじゃないかと思うぐらいの難易度でクラい。何を言ってるんだか全然もうわけわかんないよ。これはあれだな、ヨイちゃんコースだ。まずはこっちに走ってきて、バネの勢いで戻る。ピンクコインを取ったらまた戻って、チョロップを踏んでジャンプする。また戻って戻って戻って、すげえ面白いけども、これ難しいんだろうな。お、でもなんか奇跡的にタイミングとか合ってるんじゃないの。いいね、これはジャンプして、1アップじゃないよ。赤扉に入ったら右ダッシュ。オッケー、主役ゾイ。なんか2回目でクリアできちゃいましたね。そんなに難しくはなかったか。うん、よかったよかった。次のコース進んでいこう。マリオが行くシンプルで簡単なギリギリ10秒チャレンジ9、イージー。本当に簡単なんだね、信じてるよ。本当に簡単なんだね、信じているよ。2回目。本当に簡単なんだよね。というか一発クリアできるでしょう。まあ本当はね、難しいことなんて何にもないはずなんですよ。ただね、意外とね、このパックンのところ入っていくのって難しいんだよ。普通にスピランやってると簡単なように見えるっていうか、まあ実際そんな難しくはないんだけど、意外とこのパックの人もその隙間に入るのって難しいって、ここでやられるんかーい。今度そこそこ、なんでこんなコースで何回もやられてるんだ。クリア率残念、下げちゃってるよな。なんか申し訳ない気がする。よっしゃ、ゴール。あー、これでイージーか。まあでもイージーだよな、バックンをスピンジャンプでこれだけだもんな。はい、お次はこちらのコース、エデのテーマ A。 どの音楽のことだろう。デスノートは割と見てるんだけれども、エルのテーマ A、 そんなのあったかな。あ、これ上か。演奏スピランですよ。これ何で使われてたっけかな、記憶にない。お次はこちらのコース、 Welcome to Japan 40。左から天丼かな、これは天丼、エビのお寿司、日の丸、その右側はこれは海苔巻きかな。遊んでみましょう。ベストクリアタイムは38秒、クリア率は 3.24% です。フランスの方がこういうのを作ってくれるのありがたいですね。キツネだお、ベビーメタルです。よっしょ。つ、引っかかりまくってる。ちょっと舐めてた。意外と難しい。これ上じゃん。どっちが正しいのか覚えないと。あ、これ爆発させるんか。まずコースを覚えないと絶対クリアできないわ。で、こうやってこうやって、あ、ここにパワーブロックがあった。見にくいな。
ベビーメタルのお姉さんじゃなくてこんな見さ苦しいおさんになっちゃった。押されて押されて押されてジャンプじゃないかーい。マジかー。とりあえずでもコースの内容を確認しないと。ジャンプして走っていって蹴り飛ばして落ちて、ここはきっと踏んでジャンプ、これも繰り返す感じ。どこ走ってんの、どこ走ってんの、え、すごいけど、どこ走ってんの。ここでジャンプ、連続ジャンプで、なんか下を走る、でこのギリギリのところでジャンプ。どうなってんのかわかんないけど面白い。上下上、ここ P スイッチの効果が切れる前に扉に入れないんかーい。なんだなんだなんだこの畜生めな感じは。ええどっちどっち、戻んの、戻ってみたよ、なんもないよね。残り4秒だよ。どこよ、クリア、あ、入れた入れた入れた、けどゴールまでは間に合わないんじゃないの。残り2秒でしょ。うわこれはきつい、きついきつい、悪いのは誰だよ。キツネがお止め、そ止め、そいや止め、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 よし、ここまでいい感じ。せっかくさ、ここまで可愛いアミーボで来られたのに、なんでこんなところでマリオくんなんかにならないといけないんだ。マリオくんファンの皆様ごめんなさい。でもさ、どっちがいいかって言われたら、やっぱり可愛い女の子のアミーボの方がいいですよね。ブロックがなくなったところでうまくジャンプすると、綺麗にこうやって来られると。慣れてきたかな？ここのスピードは入りたいんだよ。なんで入れないんだよ。なんかうまいこと言って入ってやりてー。よし、今回は一発でここ入れたぞ。この先は確かずっと走ってるだけだったような気がする、さっきの感じだと。よいしょ、 B ボタン押してないよ、信じてるよ。これで扉に入って、まだあんのね、マシコかーい。ワンワン越えて、ワンワン越えて、先生からクリボーになってゴール。クリアしましたよ、クリアしましたよ、ディナー前に帰れるかも。しかし家の扉は鍵がかかっていて入れなかった。鍵持ってんのに入れないかーい。今日のラストはこちらのコース、タックマメガネさん60秒スピードラン。スピランは参加することに意義がある。ベストクリアタイム45秒、あれ45秒って結構早いな。ということはタイムはだいぶ余裕があるそうな感じがするけど、そう言ってるといつもいきなりやられるからね、油断はしないようにしていきましょう。こうって書いてあるけどいきなり死ぬんだよね。前のオリンピックの時はね、やっぱりマリオメーカーやっててね、結構苦戦したコースをやっていたんですよ。まあどうでもいいか、どうでもよくはないけど、どうでもよくはないけど、このコースをとりあえず集中してやっていく。難しくはない、難しくはないけど、もうやられてる、くるくるくる。そして次は右ダッシュ、右に走るのか左に走るのかを覚えておかないといけないんだけど、タックマメガネさんのコースは一応ね、右に走るパターンが多い。ほとんどの場合は右だから、それを信じている。初見の時は特にね、で、ピンコインをギリギリで取っていって、ここでファイヤーか。ファイヤーを取ったら、じゃあ次は連打だよね。連打じゃないんかーい。どんどん走っていくよ。ねえねえ、これは何を投げ倒しているのか全然わからないけど、これは何のイメージなんだ。時期的に次のオリンピックでこんなのあったっけか。ラジヒルでどんどん人が飛んでいくとかそういうことを言うのやめてくれー。イコール金、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 皆さんどっちがいいですか。ありがとうございました。今日のマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録、高評価していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。